マイナス10キロ飲んで痩せるリンゴ酢ラッシュお伝えします。この動画をご覧いただきますと、リンゴ酢ダイエットの効果を上げる手作りのリンゴ酢ラッシュの材料、作り方、レシピがわかるんですよ。ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととても嬉しいです。また詳細欄に LINE のリンク貼っております。そちらをご登録いただきますと、私が取り組んでおります腸活ダイエット無料で動画4本プレゼントしております。ぜひそちらもお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜリンゴ酢ラッシュを飲むと痩せることができるのかというその理由なんですが、まずはあなたの腸内環境が整うからなんですね。後ほどご紹介しますこのリンゴ酢ラッシュの材料は全て腸内環境を整えてくれます。でまたリンゴ酢が持つ力ですよね。酢酸の働きでもうとにかくあなたの腸が元気いっぱいにこう動き出してくれるわけです。あなたがもしダイエットを成功させたいと願っていらっしゃるようであれば、まずはあなたの腸内環境を整えてあげるのがもう大前提です。なぜかというと、そこをおろそかにしてしまってはどんなに食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても決して長期的に痩せることができないからなんですよ。まずは痩せ体質に根本的に生まれ変わることが大前提になります。そこで大活躍してくれるのがこのリンゴ酢になるんです。それでは2つ目の項目に移りましょうね。一体何を使ったリンゴ酢ラッシュなのかということで、その材料が持つそれぞれのダイエット効果をあなたにお伝えしていきたいと思います。もうこのダイエット効果を聞いた後はですね、あなたはもう今すぐこのリンゴ酢ラッシュ作って飲みたいって思ってらっしゃることと思います。まずそもそもリンゴ酢のダイエット効果ですね、こちらになるんですけれども、このリンゴ酢そのものがやはり良いものではないとダメですよ。もうたくさんリンゴ酢ってお店にね売っているんですけれども、選ぶポイントはとにかくこの純リンゴ酢です。無添加です。チェックポイントはこちらを見てください。原材料名のところに材料がたった一つだけ、リンゴ果汁のみでできているですね、リンゴ酢を選んでくださいね。そうしないと、まあ、いろんな余計な添加物が入っているリンゴ酢を飲んでしまわれますと、ダイエットとは逆効果になりますので気をつけてくださいね。そしてこのリンゴ酢が持つ酢酸の働きで、まずは腸の動きが元気いっぱいになりますということで、痩せ体質へとまっしぐらですよね。もう早く行きたいって、ね、思いますよね。そしてあなたの血糖値の急上昇を抑えてくれる効果がある。結果脂肪を溜め込まずに済むわけです。またカリウムが豊富ですから、むくみもキュッとね改善してくれますし、また脂肪燃焼効果もあることであなたの代謝が上がり、結果脂肪をつきにくくしてくれる効果もリンゴ酢にはあるんですよ。でまたいかがですか、さっき食べたばっかりなのにもうなんか食べたいとかなりませんか。そんな時にこのリンゴ酢を飲まれると、あなたのその空腹感を抑えてくれて、こう満腹感を得られることができるので、食欲を結果抑えることもできるというのがリンゴ酢なんですよ。また今回のラッシーに使う材料の中に無調整豆乳と豆乳ヨーグルトがあります。それぞれの痩せ効果なんですが、まず豆乳は大豆タンパク質が取れますから、ダイエットには欠かせない栄養素がここでしっかり取れる。しかも植物性ですからカロリーも低いんですよね。そしてコレステロールがゼロです。そしてポイントは温めて飲んでいただくと、さらに吸収力がアップしますから痩せ効果もアップします。そして私たち女性にとって嬉しい生理前だと特にデトックスしてくれる飲み物になります。水分や脂肪、老廃物の代謝が生理前はこううまくいかないので体調不良が起こりやすいと言われています。そこでこの今からお伝えしますリンゴ酢ラッシュを飲むことでこういった効果も得ることができますよということ。そしてその豆乳で作った豆乳ヨーグルトの効果なんですけれども、もちろん豆乳ですからベースは
痩せ効果はここはね一緒なんですけども、豆乳とその発酵したことで乳酸菌も取れてしまいますから、ここもポイントですね。こういった乳酸菌は腸の中でこう善玉菌がですねこうどんどん増える元になるわけですから、ここもしっかりと取っていただきたいメニューになります。でまたサポリンという成分が脂肪の蓄積を抑えてくれますから、もう豆乳ってこんなにも痩せ効果があるんですよってことをお伝えしました。そしてもちろんその豆乳と私先ほどからお伝えしておりますが、ラッシーでは普通牛乳からね作るレシピもあると思うんです。ただ牛乳は小麦製品と同じで、その、小麦製品でこうグルテンがね気になってしまうところなんですけれども、そのグルテンと似た働きをするカゼインっていうのがやっぱり牛乳には入っていますから、結果その腸の動きをですねその邪魔してしまって、やはりこうダイエット目的であれば私は牛乳よりもやはり豆乳をお勧めしたいですね。ところがいろんなご病気があって今大豆製品が制限されてます、お医者様から今はやめましょうって言われてますっていう方は、今回のレシピのその豆乳のところを生乳に置き換えていただいてもいいのはいいです。その代わりちょっと温めていただいたりとか、量も加減してそのガブガブ飲まないようにしていただきたいなと思います。そしてまた味付けに使うレモンと蜂蜜があるんですが、実はそれぞれダイエット効果高いんですよ。レモンはカリウムが豊富なので、むくみ改善デトックスにもなりますし、中性脂肪の吸収も抑えてくれる優れものになります。でまた甘みがねちょっと欲しいという方は無理に入れなくてもいいんですよ。そのままでもいいという方は良いんですが、甘みが欲しい場合はやはり白砂糖とかですね人工甘味料とかは入れずに、栄養豊富な蜂蜜、純 100% のピュアの蜂蜜を使っていただきたいなと思うんです。なぜかというと栄養価が高いこの蜂蜜はダイエット向きの甘味料になるんですよね。なぜかというとその栄養がバランスよく取れていない方、ビタミン、ミネラルが不足している方っていうのはどんなに頑張っても痩せることができません。なぜかというとそういったものが不足したままダイエットしたとしても、あなたのホルモンバランスがどんどん崩れていく結果、食欲が収まらなくなってしまったり、体重設定をコントロールするホルモンもふーってねもう疲れてしまってこう働いてくれないんですよね。これは困ったことになってしまうわけです。そうならないためにもやっぱり健康的で綺麗となったら栄養バランス、栄養素が大事なんですよね。その時にやっぱり蜂蜜が持つビタミンやミネラルをしっかりと吸収していただいて、またアミノ酸であったりグルコー酸であったり、こういったものがやはり脂肪を燃焼してくれたりビフィズス菌をこう増やしてくれたりするわけですから、こういった栄養素が入っている甘味料をぜひこのラッシーには使っていただきたいなと思います。ではいよいよ最後の項目3つ目です。どのようにリンゴ酢ラッシーを作っていけばいいんでしょうかということで、今回まずあなたに材料をお伝えします。こちら1人分です。まず無調整豆乳を 200ml 用意してください。そしてできれば手作りの豆乳ヨーグルトを大さじ1杯使いましょう。私はまた別動画でこの手作り豆乳ヨーグルトの動画をアップしておりますので、この動画をご覧いただいた後に必要な方はそちらの動画でチェックして、ぜひ手作りで作ってみてくださいね。とっても美味しいです。そして先ほどお伝えしましたこの純リンゴ酢ですね、 100% でこちら国内産ですので安心ですよね。こういった良質のリンゴ酢を小さじ1/2杯、そして天然のできればこれも国産の蜂蜜を小さじ1/2杯、あとはレモン果汁はこちらも香料などが入っていないような無添加のレモン果汁、絞っていただいても良いですし瓶詰めでもいいです。私が普段使っているのはイオントップバリューさん のイタリアのシチリア産の有機栽培で作ったレモン果汁っていうのが緑色のね黄色いキャップで売ってあるんですよ。それを愛用しております。今はですねもうすごく便利、もうすぐ使えますから、ぜひあなたもお近くにあれば購入してみてくださいね。レモン果汁はもう適量でいいです。もう1滴2滴でも良いですし、酸味が欲しい方はもっと入れてもいいと思います。多くても大さじ1ぐらいで十分だと思います。それではここから実演を交えてこの痩せるリンゴ酢ラッシーの作り方ご覧ください。
かがだったでしょうか。リンゴ酢はもうダイエット効果抜群のお酢になります。日々のあなたのレシピにこのラッシーも加えていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。